ばいよ。早く食いたいけどまだかな。そういえばアイギスさんは、いくつきさんも見かけませんけど。アイギスなら細かい調子がどうとかでラボへ出てる。いくつきさんはその付き添いだ。後から合流するらしい。こんな時でもラボに行っちゃうなんて、本当理事長好きですよね。いらしたようだ。お待ちしていました。終わったのだな、ついに。はい。誰ですか。見りゃわかんだろう。霧城先輩のパパ上様だよ。そっくりじゃん。そっくり。皆も本当によくやってくれた。言葉もない、誰にも知られず、称えるものもない勝利だが、これは紛れもなく偉大な功績だ。ありがとうございます。感謝している。よく最後まで力を貸してくれたな。ありがとう。あ、いえ、そんな。すべての元凶であった12のシャドウは君らの活躍によって滅んだ。これ以上は何も背負う必要はない。君らには若さの本分を謳歌する権利がある。今夜24時をもってこの特別課外活動部は解散となるだろう。解散。そうか。戦いに身を投じる必要はもうない。明日からは大手を振ってごく普通の学生生活に戻ってくれたまえ。どうした。あ、いえ。さあ楽にしていいぞ。せっかく取ったものもある。遠慮しないで手をつけてくれ。やった、ようやくだ。はい、注目。お腹も膨れたところで記念写真撮りたいと思います。写真？本当は昨日現場で撮ろうと思ってたんですけどね。でも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。現場でって、お前戦いに持って行ったのか。そうっすよ。だって最後って分かってたわけでしょ。すいません、そこの SP さん、これお願いできます。もうどっかの観光客かっての。でもまあ写真ちょっと欲しいかも。ああ、いくつきさんとアイギスまだだっけ。まあ来たらまた撮りゃいいか。よし、そんじゃ撮るんで集まってください。ほら、もっと寄って寄って、もっと俺にくっついて。俺もか。あ、いえ、真田さんは。もう、黒服の人困ってんじゃん。あ、いいです、適当に撮っちゃってください。ザッツ決めポーズ。な、おい、手をどけろ。これ、まともに映ってなくね。な、アイギスたち来たらもう一回撮りますからね。わかったわかった。こういう砕けた祝い方もなかなかいいものだな。コロちゃんもお肉いっぱいもらえて嬉しいね。みんなもう食わねえの。あんたよく入るね。私もこ
このくらいでもうお腹いっぱいだし。先輩たちは今はもういい。そっすか。コロマル食う？犬に生ものやんなっちゅうの。お腹壊すでしょ。ハイギスとイクツキさん遅いな。もうすぐ0時だな。これ象徴化してる。影時間がまた。霧城先輩、これ一体。わからない。私にも可能性がゼロじゃないとは思ってたがな。全部が終わったって実感あんまりなかったですよね。な、ちょっとなんか聞こえない？これ鐘の音どっから。いくつきはどこにいる？なぜ何も言ってこない？アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ？ミツル、みんな出撃の準備だ。タルタロスへ向かう。あの、一体何が？まだわからない。だが鐘の音はタルタロスからだ。何が起きているかを確かめに向かう。イクツキさん。アイギス、あんたどうしてここに？彼女は役目に従ってここにいるだけだよ。兵器としての役目にね。え？イクツキさん、これどういうことなんすか？あなたは12のシャドウを全て倒せば影時間もタルタロスも消えると言った。そのために俺たちは戦ってきたはずです。なのにこれは。目的は何ですか？12のシャドウを倒せば影時間が消えるというのは偽りだった。最初から知っていたの。さすがだね、キリジョー君。けどちょっと気づくのが遅かったね。そんな、騙してたってこと？全て思惑通りさ。影時間もタルタロスも不慮の事態で消えなかったわけじゃない。消えるはずがないのさ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の行いだったんだからね。逆って？12のシャドウは破片、もともとは一つになるべきものだった。しかし君たちが全てに接触したことでそれらは再び一つに合わさった。間もなく蘇る滅びを呼ぶものですと呼ばれた究極の存在がね。です？何を言ってるんです？一体どういうつもりなんだ？絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るのさ。全ての死。しかしそれは全ての始まりでもある。何言ってんの、この人正気。10年前、僕も研究者として計画に携わっていたので、実験は暴走したが影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。あれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。だから先代は集めたんだ。滅びを得るためにね。滅びを得るため？
人は世界を満たし尽くし、真っ平らな虚無の王国にしてしまう。もはや滅びによってしか救われない。予言書に曰く、滅びは王子の手により導かれ、そして王子は全てに救いを与えた後、王となって新世界に君臨する。10年前に試みた男は確信を知らなかった。しかし時を経て、ついに僕が王子となる。狂ってる。マジで言ってんのか。まあ嘘をついていたことは謝るよ。でも君たちは未来のためになることをしたんだ。あと少し黙って僕についてくれば、君たちも救済を得られる。死ぬのが救済？ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？10年前のお父さんの記録、飛び散ったシャドウを倒せっていう、あれも嘘だったってこと？ああ、あの記録は実際に本人が残していたものさ。もっとも意に沿わないくだりには手を加えたけどね。改ざんしたのか。そういう言い方は良くないな。君の父上、武場栄一郎氏は実に有能な科学者だった。主任だった彼は当時の若い僕など知らなかっただろうけど、私は尊敬していたよ。ほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中、彼は滅びについて熱心に研究したようだ。でも惜しいことに、彼は滅びの素晴らしさまでは理解できなかったようでね。何それ。あれは命と引き換えに残された記録だったらしいね。役に立ったんだからよかったじゃないか。全部利用してたってことだよね。お父さんのことも私も。利用なんて言わないでくれよ。世界のためなんだ、しょうがないだろう。私たちの役目は残された過ちを正すことだ。私はそれを遂行する。先輩、それって…まったく単純で理解力に欠ける行動だね。ま、子供なんだし仕方ないか。アイギス、さあ、お前の役目を果たす時だ。彼らを捕らえ、滅びへの生贄とせよ。了解しました。出力、最大。アイニス、どうしちゃったの？アイニス、ねえ！行きます。どういうことだ。お父様。いくつき、これは何の真似だ。見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。
これで予言書に示された段取りは全て完了だ。なんだと？てめえ、ふざけんなよ！やれやれ騒がしいね。アイギス。はい。お父様！貴様、正気か？もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか、世継ぎのあなたは10年経ってもまだ理解できない。父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス、一足先にご当主に与えて差し上げろ。栄えある救いを。やめろ、やめてくれ、アイギス。何をしているアイギス。私はもういい、私がやる。10年だ、10年を無意にしたんだ。先代の時とは違う。今度こそいかなる例外も許さない。出来損ないの人形がこれで転ばる。これまでだ、理事長。なぜわからない。今の世界で希望や生きる意味を探し出すなんてもう無理なんだよ。こんな世界はやり直さなきゃダメなんだ。すごいぞ、私は次の世界の王になれる。もう少しだったのに。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は命に代えても果たすと。でも私はお父様に生きていてほしかった。私はこの人を守りたくてレイソナ使いになったのに。